方がいいような気もしますが、打ち上げた、高く上がったセンターフライ、雨の中からボールが落ちてくる、桑原落下点掴んで3アウトになりました。この打球はどうでしょうか、ライト方向、浅野が下がる、フェンスの前まで行って、おーっと打球が急速に落下しました。それを見て大杉が2塁から3塁に向かっていく、ボールは中継から3塁には帰ってきません、ヘッドスライディング、スリーベースに飛んでりました、オースティン、いい話です、三振、ワンアウトになります。投げます、変化球です、3球三振、153キロ、勝負に行くんでしょうか、三者連続三振、お見事、ジャクソン完璧、打率というタイトルがかかっています、引っ張っていった、サードオーバー、フェンスに到達、二塁に向かっていく、今日は一つヘッドスライディングもしていますが、ここはスタンディングダブルでツーベースヒット、ツーアウトランナー二塁です。オースティンの首位打者というのもこの後可能性がまた高まってきました。これまたショートゴロ、いい出しを見せる森圭斗、今度はゆっくりと3アウトになります。この回も三者凡退に抑えましたジャクソンです。今日はボールの力があるだけに、うーん、また牽制、アウト、牽制アウトになりました、ジャクソンが刺しました、握ってこのタッチの位置です、手首の、早くも判定が出ます、アウトです、これは牽制タッチアウト、ジャクソン自ら助けるプレーになりました、打ち上げた、ファーストです、オースティン掴んでアウト、スリーアウト、このピンチを脱しましたジャクソン、強い当たりが三塁、右を破っていった、牧が帰ってくる、バックホームはどうか、際どいタイミング、アウトになりました。今日ですこのウィック、バットマン回っている、三振、ワンアウトになりました、2者連続三振、156キロ、パワーで押し切りましたウィック、ショートです、森圭斗がさばいて3アウト、ウィック力で抑え込みました、伊勢そしてウィック好投、8回までゼロを並べています。